今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信信量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと IHI がプロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。
そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9-1 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は最大15トンを発揮することが試験で確認されていて、これはアメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 ラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、道がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF-9、1のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF-9、1は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することでエンジンの軽量化を図ったのです。さらにタービン部についても CMC 屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部にはアフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9、1のタービン入り口温度は世界的に見てもトップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰にはニッケルコバルト元の国産溶性鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐環境性コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、
戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする、空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF91 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF91 には、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、推力変更ノズルに関する研究が行われました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向も変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には、必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールスロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない、優れたエンジンの登場を期待したいものです。出雲、片越栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には海上自衛隊最大艦艇であるヘリコプター搭載可能な出雲、片越栄冠1番艦伊豆、元2番艦加賀に F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この2艦伊豆、元加賀の改修は、
5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度C以上で下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角に変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に、1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、型には、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した出雲発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて、固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に、赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に、環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、最も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、
2回目の回収は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の回収内容を少し紹介します。2回目の回収に向け、発汗誘導装置を取得します。発汗誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を悪天候下でも GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して高精度で航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置はアメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。 F-35 ライトニング2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の伊豆も型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、伊豆も加賀では F-35B 戦闘機を搭載してもヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここにスキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は、F-35 ライトニング2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。伊豆も、が、2022年内にアメリカ東海岸まで行って、F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は2024年内に F-35 ライトニング2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された伊豆も型に艦載され、
2024年度からの配備が予定されています。新電原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に、加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先になりそうです。その頃には現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その仕様や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。アメリカが凍結したレールガン開発に日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は偽物とわかり、中国の極超音速も怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3 パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。
レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦